はい、今日もやっていきましょう。ランクバトル、でちょっとチームを変えてきました。パッチラゴンが使いたくなったのと、あとちょラプラスがあまりにも増えすぎてるんで、ヌケニンとあとこっちもラプラスを連れてきました。当選巨大マックスラプラスですね。相手のチームがこんな感じで、あーん、なるほど、ラプラスぶっ刺さりじゃないか。出しますか、ラプラスちゃん。ヌケニンもまあありかな。ヌケニンありだけど、どうだこれ。抜群取られそうなのがヒキダルマのフレアドライブとピクシーの炎技、まあ、あとはドラパルト3匹が、ただそれ以外から打点なさそうだから出してもいいかもね。詰ませられる可能性がある。こちらはドリューズから入ってステルを巻いてって展開もちょっとやりたいですよね。アシレーヌはまあラプラスがだいぶ有利取れるんで、ドリューズラプラスでいきますか。ドリューズラプラスでラストヌケニンを出すかどうかだけど、まあ、今のところちょっと相手のドラパルトが重たいからな。リザードンのご両親も効きそうっちゃ効きそうか。これでいきますか。はい、はい、対戦よろしくお願いします。一応今回のチームのコンセプトとしてはドリューズリザード、昔よく使った並びなんだけど、ちょっとギミックを変えてきました。動画で見せられたらいいな。あとは単純にポケモンパワーの高い、ラプラス、この辺を、ね、組み合わせという形ですが、これ絶対バトンだろう、やらかしたかもな。マステロから入りますか。多分コットンガードされるよな。ですよね。誰にバトンする気なんだろう。ちょっとリザードンに引いとくか。これラプラスでもいいけど、まあ、リザードンでいいかな。すぐにバトンしてくるのかな。なんか一手何か挟んできそうだけど、さらにコットンガードか。まあいいでしょう。ラプラスダイマックスさせようと思ったけど、これもうリザードンで攻めた方がいいだろうな。これリザードンダイマックスさせます。で巨大極限、今回の構築なんですが、ドリューズエステルを巻いてリザードンの巨大極限で相手の HP をゴリゴリ削るという、まあ、割とシンプルな感じかな。まあ大バーンが使えないんで3パワーは利用できないんですけど、巨大極限自体は非常に強い技なんで、ステロダメージとこの巨大極限のダメージで相手の助けとかを使ってね、ゴリゴリゴリ押していこうという構築ですね。ただラプラスを同時選出してしまっているのはあんま嬉しくないかな。ほう、一撃倒したか。あれかな、物理技には強くなるけど特殊技には弱いやつかな。これでも完全に相手のバイユル焼き尽くしたから、これはでかいですね。コットンガード2回積んだ相手を何もさせずに倒しに行ったかな。ピクシー、オッケー、これは悪くない。マジガなのかな。マジガじゃないね。オッケー、これ巨大極限も入るし、でここからは大ジェットリーが1回、相手ダイマックスしてこないか。なんとかなると思ってるのか。無理だぞ。リザードンなめんなよ。そっから巨大極限入るかな。何する気だ。月の光、あ、これでもね、晴れてないから回復量がしょぼいんですよね。晴れてる場合だと回復量が上がるんだけど、これ晴れてるわけじゃないから、しかも巨大極限の定数も入るし、次耐えるか怪しくないか。あ、何パンね。ダイジェットのがパワー、あ、同じか。ダイジェットリーよりも巨大極限はもう一回打つ必要はないな。でダイジェット、はい、倒せるか。倒せないけど、まあ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 いいでしょう。今回のリザードンは別にパワー減らないからな、ダイマックスなくなっても。月の光、まあ、巨大極限が生きてれば生きてるな。これ完全に粘られてるわけじゃないですからね、まあ、とは言っても言ったものの、これダイマックスされると耐えられちゃいます。ダイマックスされなければ逆に倒しきれそうな気がするな。威力140から130に変わるだけなんで、ラストを考えるとオーバー1人暴風当てる前提だったら暴風なんですよね。暴風をしとくか。当てるよ、当たるだろ。あれあれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。
安全にオーバーヒートを打つべきだったか。これオーバーヒートも絶対倒せてたからな。まあでもオーバーヒートも外す可能性あるはずだから、結局外してたのかもしんねえけどやっぱ暴風ってクソ技だわ。今回暴風にしてる理由は前にも話したかな、巨大マックスリザードを使った時に天候が晴れにならないんで、まあ、パワーを高なんだろうな、暴風と天候晴れがすごい相性悪いんですよ。暴風って技は晴れの時に当たりづらくなる技なんで、ね、そのデメリットがないんで、まあ外しすぎたらいかがなんだよ。おいおい起点にされてんじゃねえか。これでもドリューズ死に出しの方がいいだろうからな。あ、これ巨大極限完全に無駄になったんだけど仕方ないな。お前さおいお前どうしたリザード、お前3連外しはさすがに見逃せねえぞいや一発外しだ、もうこれは仕方ないんじゃないけど3連外しはやばいだろ。でヤシラに変えてこようかな。一応ダイジェットのパワーがね、エアスラよりも上がるんですよ。え?4 連外しってお前。いや、まあ、どんなに瞑想つまいても、ドリューズの、まあ、相手は、ダイマックスしてくんないとな、そのチャンスも生まれないから。だからこれ引いたところで結局ダイマックスされちゃうんで、あの暴風で混乱とかを引かないともきついんですよ。てか、やばいだろこれ、もう、どうしたらいい。こんだけ瞑想つまいたらどうしようもないんですけど。やっと当てたわ。俺混乱引いてやっと、許せるぐらいだぞマジで。くっそああこれ終わったわ。いや今回チームのコンセプト的には結構いい感じだったんだけどな終わりましたわ。最強のリザードを連れてきたつもりが最強じゃなかったようだな。暴風当てた上でこんな引くぐらいしかもう始めないんで、瞑想を一回詰めた段階ですぐ引いてきたのかもしれないけど、結局これ引いても大マックスでドリューズまた耐えられちゃうんで混乱が必要なんですよね。ここまで来ると相手も悠長にやってくんな。えピクシー混乱しないとかないんじゃないですか。多分こいつ天然だろうし、コスモパワーと違って防御力は上がってないし、もうさっきの実もないから大マックスしてない状態であれば耐えられそう、倒せそうなんですけど、ちょっとここはタスキも残ってるしね。やっと当てるようになったけどこれ遅いぞ。これさ後半当ててるから平等みたいにやめろよ。これこんな引いてやっと平等ぐらいだからな。くっそラプラスでピクシーより速いですか。ちょっと素晴らしさ振ってるんだけど、あれ振ってたっけな。振ってないかも今回ラプラス。いやこの巨大マックスラプラスはちょっと別用で、本当は今多分6秒最速とかでもいいぐらいなんだけど当てるようになったけどさ、こんだけ打って混乱しないのもちょっとどうかと思うよリザードの。全然混乱しねえんだけどやべえ、これ後半当ててるからなんか平等みたいな雰囲気出してるのがムカつくんだよなリザードの。お前その根性が気に食わないわ。後半当ててるからなんか平等でしょみたいな顔して当ててるんじゃないよ。これ瞑想中に当てても意味ねえからな。混乱引かねえし、ムーンホーワンウェポンなのかな。ドリューズがタスキなんで2回行動できるんですけど、絶対ダイマックスされちゃうからな。ダイマックス見てラプラスに引くみたいなのが一応ありかもしれないけど、結局ダイマックスターン一旦残っちゃいますよね。でラストにドリューズで勝てそうなやつは存在しないから急所急所とかで倒すしかないな。もう多分マジかよお前、ダイマックスしないのかいいのかそれで。ああそういうこと。でもこれワンチャン倒せてたくないまあまあ仕方ないな。いマジでさっさと引くべきだったか。これプレイング運のせいだけにしちゃいけないな。トラッパルとか、あこいつでダイマックスする気か。瞑想こんだけ詰まれたからな岩石封じ。これマジでワンチャン倒してた説あったんや乱数次第だ。でも確定体だったのかな。なんか立ち回り的になんかすげえ自信満々に来てたから確定体だったのかもしれないな。
まあ、効くし、ちゃんと食った耐久ありますからね。HP がそもそも高いしね。まあ、一応ノーチャンスではないぐらいの、これ。ライバーン、はい。これ岩石封じ、ちょっといけるんで。ひれみワンチャンとかもあるんですよ。こんだけメソ積まれたらラプラスで技対応ってのは無理だから、翼下がるじゃん。だここでラプラスがなんか一発奇跡的に耐えてくれたら、ひれみゲーが狙える、耐えられるかは知らないけど、なんか耐えそうな、耐えられそうな技をしてくれないかな。ラプラス速報高いからな。第3打嘘これ読まれたか完全に。てか大バーンでも死にそうな気がしたけど、ここ第3打強すぎない？相手強いけど暴風外しが俺勝ってっからな。いやこんな言ったら負け惜しみだな。負け惜しみですわ。これは完全敗北ですね。多分自信ウルトラ急所でも落ちないんで。いやでも2回ぐらい外した時点ですぐ引いとくべきだったとは思ったんですけど、結局交換際に殴られた時がタスキを有効に使えなくて負けるんで、まああれで良かったと思いますね。ありがとうございました。やるならもう即敵だった、暴風押さずにやるならね、ありありのありでした。はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のチームがなんかすげえの来たなランクルスとドータ君がいるから明らかトリックルームなんだけど、トリックルームからの足レーヌかな。ラプラスがだったら刺さるかもね。ただトゲデマルが鬱陶しいのであそこのケアは必要なんですが、トゲデマルって実は抜けに何もできないのでは。これラプ抜けにできるかな、ラプ抜け構築で。エースバーンにはラプラスがなんとかしてくれて、あれいいだ、ラプ抜けていこう。初手からただ出すか微妙だね。ドリューズでちょっと様子見してからのラプ抜けでいいような気がするけど、初手足でんだったらラプラスに引けばいいしね。それでいこうか。パッチラゴンもちょっとありか。パッチラゴンもありだけど、パッチラゴンで暴れさせてからの、いやでもな、でもダイマックスは今回ラプラスで切るから、ドリュー抜けでいく、ドリューラプ抜けでいこう。これがそんな悪くないはず。あ、で何気にジュナイパーがまあまあ通ってる実は。ジュナイパーありか。いやでもこれでいくか。いやゴースト弱点2匹プラスで草技でアシレールにも有利で、クライゴにもそんな弱くない点で、じゃあダイマックス前提になるからな、ジュナイパー。これでいこう。はい、対戦よろしくお願いします。何気に巨大ラプラス使うの初めてなんだよな、そのインターネット大会とかも含めてね、初めて使いますね。でちょっと前の試合でポロッと話したんだけど、今多分巨大ラプラスって素早さすげえ振るのが強いんだけど、このラプラスは一般的なラプラスと同じと調整にしちゃったから素早さが遅いですね。まあこいつはおそらく冬風船、これさ風船浮遊でしょ、絶対ね浮遊だと思うよ。ステロから入ろう。えこれ風船割って地震を襲うみたいな通用しないから、絶対わかるもんこれ。も風船持ってるドータ君はこれみんな浮遊です、耐熱じゃないトリックルームまあでもあれか、ドリューズ当てられるな、ちゃんと自信。ドリューズは片指だけ当てられるけど、まあ、ステロでいいね。おい、まあ、抜けになんかできんのか。ジャイロボール当たりませんけど、なんかできるのかい。はいこれが強いぜ。こいつ多分何も通るせる技ないだろうな。鬼火でもしとくか。こんなことにシャドウをなんとかとか、シャドウボールとか確か覚えた気がするけど、こいつニケリンをサイクルに組み込むのは超強い気がしてる最近。エスバーンまあいいよ、これステロでゴンゴンどんどん削れていくからね。そう、これがね今回やりたかったことなんですよ。まあちょっとうまく機能してないけど、しかもこれさあれじゃね、トリックルームがさあるからこっちの方が多分早いよね。どうしよっかな、ここラプラスに引くのもいいけど結構痛いからな、こいつの火炎ボール。もういいか、ゴーストダイブで。
もう十分だなこれで。火炎ボール、はい、火炎ボールはかわす可能性もあるし、しかしトリックルームかでエースバン出すのはなかなかになかなかに来てる感があります。そういう意味ではこれ抜けに大事にした方が、不意打ち、え、なんでなんか勘違いしてるか相手、落ちるのゴーストダイブで急所強いぞ抜けに、なんで相手不意打ちをしたんだ、なんか勘違いしたっぽいな相手。あれかタスキの場合に結局、え、よくわかんない今不意打ちをしたのは。まあいいや、どうたくん、まあ一体何ができるんだな、どうたくん、まあ一体何ができるんだ、もう2ビリいいよな。レキに何、素早さはまあまあ早くて攻撃がまあまあ高いな、素早さは遅い。高3抜け人で詰ませてやったぞ、おい、対戦ありがとうございました。